始まりました。うなぎの夜食事情、極彩色にかける歌舞伎者、うなぎさやかです。今日はね、待ち合わせをしています。なんか思い出しますね。あ、すいません、お待たせしました。すいません、ごめんなさい。走ってきました。すいません、ちょギリセーフですね。遅いよ。すいません、すいませんでした。手が足りない。失礼しました。今日は今日ここ待ち合わせなんですよ。なんかすごい。そうですね、ここはうなぎさんが一番最初に大金を持たれて歴史的な、ことが起こる第一歩の日であると宣言された場所からですね。はい、ここから始まりましたが、はい、今日の仕事は、はい、あそこです。え、どこ？あそこです。書いてますよね。え、東京ドーム？はい、今日は東京ドームの中の仕事です。うわー、すげー。え、東京ドームの中？いよいよ来ました、中です。え、すげー、マジ？マジです。え、行こう。行きましょう、行きましょう。仕事ですよ。東京ドームの中にやってきました。やばいっすね。でもうここでワクワクするの。ウェルカムって書いてますからね。やばいっすね。あ、いいですね。もうここの道だけでワクワクするもん。で、うなぎさん、今日は仕事として、あ、そうだ、働くんです。働きます。あ、そうだ、そうだ、はい、で、今日はグランドキーパー。グランドキーパー、あのマウンドの土の整備であったり、お、野球のラインをこう引いたり、おー、でグランドキーパーの仕事を今日はやってもらいます。グランドキーパーよく分かってないけど、やっぱでもあれね、野球場耕す人ね、整備する人です ね、はい、はい、じゃあ向こうがグランドなんで行きましょう。うわあ、やばい、これはやばい、すげえ、すげえ、でかっ、すっごっ、これはワクワクか。ここでやるのか。ちょっとここに来ちゃったらやらないといけないですね、これは。え、誰とやるんだろう。全く想像つかない、全く想像つかないことをやろうとしてる。やばいやばすぎ、やばいって。いや、これはやばいわ。これから仕事としてグランドキーパーの業務をやってもらいます。はい、で今日は先輩の大久保さんがついてくれますので、はい、大久保ギャン、よろしくお願いします。お願いします。いろいろとグランドキーパーの心得を学んでください。はい、学びたい。それではもうビシビシ教えます。お願いします。やった、お願いします。お願いします。じゃあ早速マウンドの整備をちょっとやってもらいたいんですが、はい、まあ、ピッチャーが投げる場所がこのマウンドになります。見てはいただいたら分かるようにですね、この黒い土の部分と、はい、まあ、茶色い、まあ、土らしい土の色してる部分と、はい、実はマウンドの中でも土の種類が違います。ピッチャーのスパイクに引っかかりやすいようにこの黒土、まあ、ブラックスティックって言われる土が入ってる部分と、あとは他のフォームだったり角類、1類、2類、3類と同じような土がこの周りには入っている、はい、この茶色い土の境目のところをちょっと今穴が開いてしまっている箇所があるので、はい、ここを埋めて高さを同じにするという整備をちょっとしていただきたいなと思っております。はい、まず何が必要かっていうと、土に傷をつけてあります。はい、この傷をつけないと土同士がうまく合体してくれない。ここでも忘れちゃいけないのが水分です。はい、パラッパラの土だと土同士はあのくっついてくれないので、そうですね、必ず水分をこうやって、はい、本当に軽くで大丈夫ですけど、はい、上げてあります。で土を入れたいところにこうやって持っていく。でこの後がこのタンパーって言われる緑の叩く道具ですね。はい、これを使ってまず最初は土をある程度固めるために軽く叩きます。はい、ただ固めるためには最後、しっかりとして力を入れていかないと土が固まらない。うわ、本当だ、平らになってすごい。ただこれだけではまだまだ高さが不十分なので、今と同じ作業をこの上からまた土をかぶせていってもらいます。へー、はい、
なので、これを私が、はい、早速まず傷を入れるところからやっていただいてもいいですか。この今僕が印つけた中にもうあのメロンパンみたいに、はい、その通りです。傷をつけていただいていいですか。はい、ここに何か種を埋めたら怒られますか。はい、怒られますし怒ります。ああ、そっか。うなぎさんだったら何を植えますか。スイカ。スイカ。スイカ。一番野球やってるシーズンに収穫する一番ダメなやつですね、多分。ダメですか。一番影響が出そうです。うまく全体に当ててくださいね。はい。はい、いきます。はい。さあ。はい、大丈夫です。そして。そしたらその土を。こんぐらい。まずはま、はい、まんべんなく。みんなこんなことしてくれて投げてるってことだ、野球の人たちは。そうですね、試合前、試合後。試合前、試合後、毎回やってるんですか。試合後はもう必ず毎回ピッチャーが投げた後、その日削れた箇所はその日のうちに修正していきます。すげえ。どうしました今度は。本当パワーが必要な作業になります。この粒が残ってるのはまだ叩き切れてないっていう証拠になるので、ここからはちょっと強めに。これ結構むずい。これは結構そうなんです。まあでも叩き方上手です。やった。結構均等の力で叩けてるのですごい上手だと思います。で叩けました、はい、で最後に仕上げがございます。道具を渡します。これは実は平らに見えて平らじゃないんです、はい、なんで今度は最後こういう平らなものを当てて、叩いたところがまだ低い土が必要だよってなると隙間が空くんです。あー、なるほど。まあ、今日実はあのメンテナンス日でまだ全体的に整備の途中なので、はい、今この段階でぴったり合うっていうのはなかなか難しいので、ぴったり合うまでやってるってこと。ぴったり合うまでやってます。ぴったり合うまで。これ多分全員 A 型じゃん。でそんなことは多分ない。僕 O 型なので。ああじゃあいけるかもしれない。で多分12球団の本拠地、皆さんグランドキーパーは同じ作業を。へー、こんな大変なんだ、はい、向こうの光が差し込んでくる。全然差し込んでますよ。なんで今日はまだこれから我々の方で調整をする段階なので、すごっ。ただこの穴だけはしっかりあのリペアしてもらったので、これはこのまま使います。すごい。みんな知ってるからちゃんとこんなやってくれてるの。ちょっとわかんないんですけど、こんな大変なんだこれ。衝撃的なんだけど。特に夏場は暑いので、今でも僕は汗だくですけど。そっか、はい、めっちゃ暑いですねこれ。叩く作業と結構大変ですねこれ。いやこれはやばいわ。はい、すごい。なんで今日の工程としてはマウンドはこの今のリペアをしていただいた補修をしていただくところまでになるので、はい、これでもう今日は100点満点。わっ、100点ありがとうございます。したらじゃあちょっと綺麗、綺麗です本当に。次は別の場所に移動してやっていきます。次の作業ですけども、はい、まあ、今日は試合日じゃないですが、実際に試合の前の状態に作ってもらう体験をしていただこうかなと思ってます。はい、でまずこの土の上を、まあ、ブラシ書きまでは私がやっちゃいます、ね。はい、まずこの綺麗にならしてから、すごい、めっちゃ綺麗になる。ちょっとやってみますか。はい、でまっすぐ、まっすぐで次のレーンに移る。モップ掛けはやってるんで、会場の。あ、モップ掛けですか。またちょっとそれとはちょっと毛色が違うかもしれないです。はい、ありがとうございます。まあ、後を消しました。綺麗にしました。はい、この次に実際野球の三塁線、この土の上に線を描いてもらいます。はい、うわ、曲がりそう。ただプロ野球本番の日は時間がない中で一発勝負です。曲がって掛け直してる時間はほとんどないので、ちょっと緊張感を与えますが、あの、はい、今日も初めてではありますが、はい、ちょっと一発で成功を目指していただきたいなと。ここからここでしょ。そうです。で今実際あの我々のスタッフも今協力して紐をいつも張ってるので、目印はつけます、はい、でも紐の人のせいですもんね、曲がったらね。いや、書く人のせいです。紐の人はまっすぐ持ってるので書く人のせいですね。うわ、そうしましたら、ちょっとラインカーの使い方をお教えします、ね。はい。あ、でもこれはやったことあるぞ。これはあの体育とかで使うようなラインカーと同じようなもの。はい。そしたら、
もう石灰の出る口をうわーやばいオープンにしますので、はい、あとはまっすぐ、めっちゃ怖い、あのラインに向かってまっすぐ行ってください。はい、どうぞ。ちょっと待って、頑張れ。あ、出てます。いいですよ、そのまままっすぐで大丈夫です。今綺麗に引けてます。こんなちょこちょこ歩いたことねえぞ。でも今いいです、まっすぐです。めっちゃ怖い。中ベースを刺す穴が来るので、そこは頑張って乗り越えてください。ベースの穴は、あ、この緑のやつですか。はい、乗り越えてください。乗り越えて、怖い。もうちょっとです。はい、ありがとうございます。できた。それでは振り返っていただいて。待って、なんとこうなってる。難しい、ね、難しいのが分かっていただけるかなと。これアウトですか。そうですね、プロ野球の前だったら書き直しか。時間がない中で書き直しになります、ね、じゃあ最後に一番大事なベースをはめてください。やっていいんですか。どうぞどうぞ。まずその緑のやつをトントンと2つ抜いていただいていいですか。これ抜くんですか。抜けます。はい、ベースの穴のカバーが入ってるだけ。はい、もう一つ。気持ちいい、はい、わーすごい。三塁ギュッと押し込んでください。はい、これで野球の試合前の三塁の整備が終わった、できたということになります。これで完成です。いっちゃう。それ整備終わった後にそれやってたらみんな怒っちゃう。あ、やばいやばい。グランドメンテはあくまで脇役なので。ちょっとやってみたいやつ。でこれを同時進行でスタッフが分かれて1塁2塁3塁と全部試合前に仕上げるというのがグランドメンテの仕事になります。これから3塁は私が作ったということで。それはあのちょっと責任取れませんが。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。どうしたマウンド作り最初の進行。いやなんかでもマウンド作りっていうよりやっぱ東京ドームでっていうのがすごいですよね。なんか自然とやっぱワクワクしちゃう。でもますますなんかここに立ちたくなったんで。いや立ちたいですよそりゃ。立ちたいけどでもそれと同時にやらなきゃいけないこととその前に成功させないといけないものがあるので、うん、いやなんかここでやるっていう実感というよりかはなんかそこまでの責任感が強くなりました。やらなきゃちゃんとやっぱ成功させなきゃいけないっていうなんか自分が、まあ、その時いつやるのかとか誰とやるのかとかも全然わかんないけどちょっと連れてきたいですねプロレスラーを。ここで一緒にやる人たちと一緒に来たいですね。ここに。東京ドーム、お前を絶対査定してやるよ。